バーバラ・カートランドは、イギリスの作家。歴史家、脚本家、政治演説者、講師のほか、テレビやラジオで司会者なども務めた。多作で知られ、20世紀で商業的な成功を収めた作家の一人である。作品は723作にも上り、36、過酷語に翻訳され、ギネス世界記録に1年で最も多くの小説を、 出版した記録で1976年から登録されており、その記録は未だに破られていない。バーバラ・カートランド名義では数えきれないほどのロマンス小説を執筆したが、結婚後の名であるバーバラ・マッコー・コデール名義の作品も存在する。執筆した作品は700冊以上で、小説だけでなく演劇作品、かドラマ、雑誌の記事、オペレッタなど、 売上は7億5千万部以上と伝えられ、別の情報では10億部とも言われる。19世紀のビクトリア朝の純愛ロマンスが得意で、作品のカバーなどに、肖像画風のデザインを採用していた。カートランドプロモーションズのトップとして、2000年に亡くなるまでロンドンで最も有名な名詞、イギリスで最も有名なタレントであった。ドビー、CSTJ。イングランド。 バーミンガム、エッジ・ワストンに、イギリス軍の士官だった父バートラム・カートランドと、母、メアリー、ポリー・ハミルトン・スコーベルの第一子、メアリー・バーバラ・ハミルトン・カートランドとして誕生。指定の中で、唯一の女子だった。カートランド家はもともとは、生活に苦労しない程度の中流階級の家庭であったが、第一次世界大戦に出征した父が、フランドルで亡くなって間もなく、 資本家だった父方の祖父ジェームズ・カートランドが破産し、自殺したことによって、一家の財政事情に激震が走った。しかし、積極的な母は、ロンドンにドレスショップを開いて、収入を得て、3人の子供を育てた。弟のアンソニーとロナルドは2人とも1940年に、戦死した。私立の女子校、アリス・オッタリー・スクール、マルバーン女子カレッジ、ハンプシャーの教育機関、 アビーハウスを出た後、レポーターとして有名になり、ロマンス作家となった。初期の作品は、カートランド自身が浸水死後に友人にもなった、エドワード7世時代の作家エリノア・アグリンの影響を受けていると語っている。タブロイド誌、デイリー・エクスプレスで、ゴシップのコラムニストを1年務めた後、1922年に、諸女作ジグソーを上司。これは、際どい社会派。 スリラー作品でベストセラーになった。また、みだらなシーンが含まれる作品を生み出し、そのうちの一つ、1926年に上司した甘いフィナーレは、チェンバーレイオフィスによって発禁となった。1920年代から1930年代にかけて、カートランドはロンドンの社交界で、その美貌とエネルギッシュな魅力のある若く有名なホステスであった。 デザイナーのノーマン・ハートネルの最初の依頼者の一人でもあり、1979年にハートネルが亡くなるまで、カートランドのファッションセンスは、注目を浴びる役目を追っていた。ハートネルは、カートランドのウェディングドレスのデザインも受け負い、彼の意思とは裏腹に、カートランドのデザインが採用されたが、後にカートランドは、ハートネルのデザインにしておけばよかったと認めている。1950年、 カートランドの初期の歴史ロマンス作品にジョージェット・ヘイヤーの作品から登場人物の名前、特徴、会話、あらすじなどの明白な表説があると読者に指摘された。特に1949年のエイハザード・オブ・ハーツはヘイヤーのフライデ a ズ・チャイルドの登場人物を置き換えただけだった。1950年のザ・ネーブ・オブ・ハーツに関してはヘイヤー自身が 1926年に出した愛の陰影から主要人物やあらすじなどかなりの部分が引用されている、それほど目立たないシーンや登場人物にも自分の作品4冊からの引用が見られると強く主張した。ヘイヤーは表説部分を細かく分析し、弁護士に依頼したが、法廷闘争となることはなかった。自らロマンス専門と謳っていたカートランドのイメージは崩れ去り、 霊障の対象となり、後年の彼女はより保守的になった。処女作はセンセーショナルだったが、後年の作品では、ヒロインは処女で身らなシーンもほとんどなく、比較的精細を欠く単調なものが多く、そのほとんどすべてが信じることや定説をテーマとした歴史ものだった。ストーリーが単調にもかかわらず、カートランドの作品は常によく売れた。1983年まで、 フーズ風出来時の長さが最長で、世界で最も販売数の多い作家として、ギネス世界記録にも登録された。1990年代半ばには、販売数は10億部を超え、雑誌、防具は、ロマンスの本当の女王と形容した。トレードマークのピンクのドレスと濃い紫色の帽子姿で、メディアで有名になり、恋愛や結婚、政治、宗教、 ファッションなどについて語った。公立学校での礼拝の中止に否定的で、また浮気や離婚にも道徳感が欠如しているとして反対した。1983年には23冊の作品を上司し、ギネス世界記録に単年度執筆された作家として登録された。1978年、ステートレコードからアンがアルバムオブラブソングズを出した。アイル フォローマイ・シークレット・ハートや、エーナイ・チングエール・サングイン、バークリー・スクエアなどのスタンダードナンバーをカートランド自身が歌い、ロイヤル・フィル・ハーモニー管弦楽団と共演した曲が収められている。私的に滑空飛行に興味を持っていた。離陸時に牽引する初のグライダー飛行はドイツで行われたが、これはカートランドが考えついたもので、1931年に、 二人乗りグライダーでの長距離飛行を実行し、200マイルを飛んだ。後にこのアイデアは、軍用グライダーに採用された。1984年、この功績により、ビショップライトエアーインダストリーアワードを授与された。1920年代から1930年代にかけて、イギリスの小型飛行場券サーキット、ブルックランズに通い詰め、ブルックランズミュージアムには、 当時の居間が保存されており、彼女の名が付けられている。デイリーテレグラフの訃報によると、カートランドの最初の婚約相手は、主営官で初めて知った性行為の作法に怯えて、婚約を破棄したと伝えられている。そういった問題が堂々と語られるような時代ではなかったため、この主張によって、彼女のイメージが崩れることはないが、同時に、 それまで彼女が出した作品の性的なシーンが論争の的となった。1927年、スコットランド出身で資産家の相続人、イギリス軍士官、アレクサンダー・ジョージ・マッコー・コデールと結婚するも、1933年に別れた。アレクサンダーとの間に、1929年に、長女レインを出産。レインは1947年に社交界デビューした。 不定行為への非難と反論が渦巻いたが、1933年にアレクサンダーとの離婚が成立。1936年にアレクサンダーの重帝で元部官のヒューマッコーコデールと結婚、イアンとグレンの二人の息子を設けた。ルイス・マウント・バッテンとは長らく友人関係が続き、1979年に彼が亡くなった際、人生で最大の悲しみと表した。 マウントバッテンはカートランドの様々なチャリティ活動、特にユナイテッドワールドカレッジを支援し、また無適合のレディ執筆に際し、海軍や歴史について情報提供をしたという。マウントバッテンがアイルランドでテロで亡くなった後にチャールズ皇太子によって設立されたマウントバッテン記念財団は1980年に同作が刊行された際に検討を受けた。 1991年、約70年に及ぶ、作家活動、政治や社会への貢献を認められ、エリザベス女王から大英帝国勲章を受けた。ダイアナ元皇太子妃は、義理の孫にあたるが、チャールズ皇太子との結婚式には、招待されなかったなど、あまり関係は良くなかったとされる。カートランドは、ダイアナの離婚を公に批判する立場をとっていた。ものの、 二人の関係が修復されつつあった1997年に自動車事故でダイアナが悲劇的な死を遂げた。ジャーナリストのティナ・ブラウンが晩年のダイアナについて書いた著書によるとダイアナはカートランドの本をよく読んでいたという。第二次世界大戦で保守党の会員議員だった弟のロナルド・カートランドが戦死した後に執筆した彼の伝記には ウィンストン・チャーチル首相の全文が載せられた。戦争によって、カートランドは、市民の福祉や政治に興味を持つようになり、英国陸軍省に、セント・ジョン・救急隊のようなチャリティを支援した。1953年、奉仕活動を表され、バッキンガム宮殿で、エルサレムの聖ヨハネ賞を受賞した。1955年、ハートフォードシャーの衆議会の保守党議員に選出され、 9年間、勤めた。この間、老人ホームのリフォームや、助産婦の給与改善、移民の子供の教育の合法化などに邁進した。また、ナショナルアソシエーション・オブ・ヘルスを立ち上げ、アンチエイジングクリームや抗生神経のいわゆる、ブレーンピルを含む、各種薬品や治療を促進した。レポーターのランディ・ブライアン・ビッガムと、2000年に撮影され、最後の写真とも言われる。 90代半ばになると、肉体的にも、精神的にも衰えが顕著になり、特に視力の低下が著しくなったが、人前に出ることは相変わらず好きで、亡くなる数ヶ月前にも、インタビューなどに応じていた。最後の二つのインタビューは、BBC とアメリカのジャーナリスト、ランディ・ブライアン・ビッカムのものだった。2008年には、電気テレビドラマ、インラブ・ウィズ・バーバラが、 アンリード主演で制作され BBC4 で放送された。リトルブリテンに登場するロマンス作家デーム、サリー・マーカムはカートランドをモデルにしていると言われている。2000年5月21日夜、ハートフォードシャー、ハトフィールドの自宅で死去した。98歳だった。半年前から闘病生活を送っており、寝たきりの状態が続いていた。 二人の息子ヤンとグレンに見取られながら亡くなった。娘のレインも駆けつけたが、間に合わなかった。地元の教区で、天使に囲まれた大遺跡の棺で眠りたいと望んでいたが、環境問題を気にした本人の意向で、厚紙の棺に変更した。ハトフィールドの私有地にあるエリザベス一世が植樹した木の下に埋葬された。残されていた作品が、息子イアン・マッコー・コデールによって、 電子書籍の形態でバーバラカートランドピンクコレクションとして発表された。2010年後1 0周年を記念して諸女作ジグソーが再販された。他の作品もエターナルコレクションとして刊行された。ありがとうございます。